どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編前編です。それでは開封編スタート。まずはじめにストロベリー&ラズベリーマスカルポーネケーキ、お値段が2580円でした。賞味期限は買った日から3日間ありました。そろそろケーキの新商品が販売される頃かなと思ってました。今回のケーキはラズベリー入りです。ストロベリーマスカルポーネケーキは以前にも販売されてたんですが、そこにラズベリーの味が加わった感じですかね。ストロベリーマスカルポーネケーキもすごく大人気商品でした。店頭にはこんな感じで書かれてました。ラズベリーマスカルポーネクリームやカスタードクリームなどで7層に仕立てたいちごのケーキですと書かれてます。いろいろな味が楽しめそうです。では開けていきましょう。オープン。開けた瞬間からストロベリーのいい香り。重さは容器込みですが 1420g 入ってました。 100g あたり 213kcal なので全体で 3025kcal ぐらいあります。今回のケーキもすごく美味しそうなんですけど、ちょっと切り分けづらそう。断面はこんな感じです。下から特製スポンジ、ストロベリーソース、カスタードクリーム、ラズベリーマスカルポーネクリーム、特製スポンジ、クリームシャンティ、ストロベリー、ホワイトチョコ、こんな感じの層になってます。クリームの層が大部分を占めてるので、私の好きなふわふわ食感で食べられそうです。切り分けてみたんですけど、クリーム多めのケーキなので、すごく切り分けづらいです。たまにこういうケーキありますよね。いただきます。美味しい。食べた瞬間、クリームのふわふわ感、そしてスポンジも口の中でとろけていきます。クリーム好きにはたまらない。味は全体に食べてみてもラズベリー感がしっかりあり、ラズベリーが負けてなくとても良かったです。その中にカスタードクリームだったりマスカルポーネが入っているので濃厚さも感じられます。そして所々にあるホワイトチョコのパリパリ感もいいです。いちごはアメリカの甘さがないいちごなので、ちょっと甘めなケーキにぴったりでした。食べてみて、以前販売されてたストロベリーチーズクリームケーキに似てて、ホイップクリームが多く、飲むデザートのように食べられました。お値段2580円とそこまで高く感じなかったです。ホイップクリーム系が好きな方はぜひ挑戦してみてください。美味しかったのでリピートあり。ラズベリーの甘酸っぱい味がしっかり残ってます。さらにイチゴだったりミント足しても美味しそう。続いてポークカルニタスブリトー 100g あたり205円、 963g 入ってて1974円でした。賞味期限は加工日含めて2日間ありました。ちょっと名前からは想像ができないブリトーの新商品が販売されてました。今回グラム売りということで2000円超えてる商品が多かったです。店頭にはこんな感じで書かれてました。豚塊肉を巻きを使用してじっくりとホロホロになるまで加熱したポークカルニタスが主役のブリトーです。チェダー、ワカモレ、レタスと一緒にトルティーヤで巻きました。そのままでも温めても美味しくお召し上がりいただけますと書かれてます。カルニタスについて調べてみると、豚肉の塊をじっくり柔らかくなるまで煮込んで細かく裂いたメキシコ料理みたいです。なので味はチェダーとワカモレなので特別感はないのかもしれないです。食べやすい味だったら嬉しい。では開けていきましょう。オープン。お肉がたっぷり入ってそう。1900円だったので1個あたり約500円という価格。でも1個1個のボリューム感はすごい。
中を開いてみるとこんな感じです。お肉すごいたっぷり。そして原材料にはパクチーと書かれてたので、もしかしたら苦手な方もいるかも。そしてチェダーチーズもこんな感じで細かく切られてます。すっごいボリューミー。いただきます。これはちょっと好き嫌い分かれる味かも。味は食べた瞬間メキシカンのようなスパイスの味がするんですが、後味になるとパクチーの味だったりロメインレタスのちょっとした苦味を感じます。パクチーは私好きなので美味しいんですが、ちょっと味のパンチがなく、このままだとイマイチでした。スパイスの香りはするんですけど味が具材に負けてます。お肉はプルドポークのように柔らかく、すごく量も入ってたので食べ応えはあります。私にはちょっと味が足らなかったので、サルサソースつけて食べたら美味しくいただけました。ちょっとトルティーヤ系の商品、私には味が薄いんですよね。食べてみてお肉がたっぷり入ってたので、プルドポーク系のお肉が好きな方は気に入る商品かなと思います。お家ではなかなか作れないポーク、カルニタスが楽しめ良かったんですが、1個あたり500円と考えるとちょっとお高く感じます。私は味変しないと食べられないということで、1回買えば十分かな。やっぱりメキシカン料理にはサルサ合いますね。続いて函館仕込み、ほぼカニ入り松前漬け 467g 入り、お値段が1388円でした。賞味期限は買った日から2週間ぐらいありました。ほぼカニ入り、このネーミングで私は即買いしてしまいました。カニではなく本格派カニ風味かまぼこで作ったカニカマみたいです。コストコのカニカマといえば冷凍コーナーに売られてるカニカマ美味しいですよね。松前漬けといえば数の子の松前漬けもすごく人気商品ですね。毎年この季節になると販売されます。以前購入したことがありますが、とっても美味しかった。今回の商品も数の子入ってます。ドイツまたは国産の数の子みたいです。カニカマなんですけど、でも見た目はカニっぽいですよね。本当にカニに近づけてると思います。カニカマがこんなたっぷり、そして一本一本しっかりとした大きさがあります。もう見た目が完璧です。本当にこのまま出てきたらカニに間違えちゃう。そしてほぐれ方もすごいです。ちょっと強く扱っちゃうと身が切れちゃいます。いただきます。美味しい。松前漬けなのでやっぱり味は濃いめです。カニ風味のカニカマはカニカマっぽくないです。食感とかもカニに似てるんですけど、やっぱり味は松前漬けの味でカニの味は感じられなかったです。そしてカニカマ以外にも数の子、昆布、イカなんてものも入ってるので、すごく食感が楽しめました。食べてみてカニカマは約20本ぐらい、その他にもイカだったり昆布、数の子が入ってて、このお値段ならお買い求め安いのかなと思いました。ただ数の子松前も同じぐらいの価格なので、どちらかと言ったら私は数の子の方が好きかなと思います。味の系統は似てるので、違った具材の松前漬けも食べてみたいっていう方にはいいかもしれないです。美味しかったんですが数の子には勝てないので、割引してる時ならまた買いたい。やっぱり私はこの数の子のプチプチ食感が好きみたい。こんなに大きいのも入ってた。プチッとコリッといいですね。
こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でまたリピートしたいなと思ったのはストロベリー&ラズベリーマスカルポーネケーキです。ラズベリーの甘酸っぱい甘さもあり、ちょっとクリームでくどく感じる時もあるんですけど、そういう時はフレッシュイチゴを食べるとすっごくバランスが良くなります。あのアメリカのイチゴってそのままで食べるとイマイチなんですけど、デザート用としては本当に優秀ですよね。さっぱりめの私の求めてるケーキになります。ちょっと盛り付けが上手にできないっていうのが難点なんですが、ぜひ気になった方は挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。